JazzATV。 はい、ということで、はい、ダンサー TV 始まりましたね。いやー、完全に、ね、始まったね、これ完璧始まったということで、はい、決意表明を今回皆さんにしていただいた形になります。はい、入ってきました。はい、はい、私からじゃあ発表したいと思います。はい、じゃん、おこちらです。はい、ダンスを学んで素晴らしさを広める。まずは紅一点、なっちゃんこと辰巳夏子。グラビアの枠を超え女優としても活躍。実は結構辛口トークという噂。素人目線でダンサーをめった切りにしちゃうぞ。ダンスは好き、好きで、実は、はい、ダンスをしてる人が好きなんちゃうんですよ。ちょっとダンスが好きなんちゃう。やばいな、それはちょっと、それ完全にちょっとやばいな。録音された感じがしますね。自然を多分感じてるかもしれない完全にちょっと熱を感じてますね。そう僕にはないです。ないですね。ちょっとそうです、はい、じゃあ次は、じゃあ次は僕行きましょうか。行きますよ。バイね、ここ見てください。読めますかね。ムーブメントを起こす。読めねえよ、逆しろよお前。逆ちょっと上司って書いちゃったんですよね。僕フィッシュボーイって言います。現役ダンサーフィッシュボーイ。水で踊らず音に泳ぐ魚少年。あのオリエンタルラジオのあっちゃんの実の弟。ダンサー TV で兄声を果たす。ストリートダンスを芸術とか文化、ね、そういう風に国に認めてもらう、ね、そこまでの、ね、社会的運動です。そうです。じゃあ最後に、はい、この僕がねバシッと締めてください。いきます。いきましょう。ドスン。もうね、道ですよ道。おこの道を行けばどうなるものかじゃないけどもダンサーの道を作りたい。新たなブームはこの俺が仕掛ける。カリスマカンタロウ。自らもザイオンというチームのダンサーでありながらダンスシーンのため陰で働き続ける真面目な男だ。職業としてねダンサーっていうのはやっぱりまだまだ認められてないと思うんですね、はい、実際。でやっぱりそのダンサーのじゃあ職業の道というかダンサーの道ってこれからどうなっていくんだろうっていうところをこの番組でサポートして紹介していければいいかなと。じゃあこのダンサー TV を見ればバッチリそれが分かるっていうことですよね。そうなんです。将来のビジョンが見えてくる。ダンスの道、カリスマの道っていうことだ。エナを駆け抜けアンダーグラウンドからオーバーグラウンドを舐め回す。リアルなダンサーの呼びかけにリアルなダンサーが応える。ストリートダンスを分かりやすくでもかっこよく伝えたい。 Dance a TV。 ダンスの未来がここにある。 So here we go。 Dance a Liveレジェンド。日本で一番ダンスがうまいのは誰だ。我らがカリスマカンタロウがオーガナイズするダンスアライブ。8000人が見守る日本最大級のダンスイベント。その名場面のみを濃縮還元する入門的コーナーです。ヒップホップ、フリースタイル、ブレイキン、ハウス、ライズ、そしてキッズ。1年間を通し繰り広げられる全国予選。勝ち残った8名のみがファイナルの夢舞台へ。賞金は各ジャンル最高100万円が贈られる。 DJ がその場でセレクトした音楽で即興ダンス。ダンスで相手を叩きのめせ。それがダンスアライブ。ダンサーってダンサーが上に行くには、まあ、メジャーシーンに上がるにはアーティストになる以外道がなかったね。ないですね。あとはバックダンサーとか振り付け師とかいろんな仕事があるんで。ダンサーライブってのは、まあ、ウクジャンルのトーナメントからなってるんですけど、はい、ね、僕、ね、持ってきました。何を、何をですか持ってきましたよ。6ジャンル持ってきたと名場面集持ってきました。まずはハウス。その足さばきに注目です。ソウルの流れを組んでいるのでステップが多彩。またテクノなど多ジャンルをミックスできる自由度の高いダンスだ。今ねすごく面白いジャンルで、はいはい、ハウスをやってみたいっていうのがすごく増えてきた。人気なんだじゃハウスって。そう人気ですよ今、ね、そのハウス2009年1月に、はい、ザナルドで行われた、ね、直樹 VS ヒロ。この試合を持ってきたわけだ。はい、じゃあいきますよ。レジェンドスタート。これがラストなんで DJ さん。伝説の名バトルのみを厳選したレジェンド。まずは世界大会で優勝を果たした実力を見せてくれヒロ。ハ
ハウスですね。やっぱり足のステップがすごい多いでしょ。はい、クロスもすごいクロスクロスみたいな。こういうのもやるんですか。そう、もちろんフロアの技も入って。ハウスっていうのはずっと音が流れた中でドンツクドンツクって流れた状態で踊るから、動きはねすごいスムーズに流れたまんまで踊る。その中でどんだけの、まあね、ステップだったり技だったりを繰り出していく。じゃあ結構自由な動きも入れていいんですか。ハウスはねすごく自由な、そうなんだ。ヒップホップだったり他のジャンルだったりの踊りも取り入れられるし、へえ、だからねジャンルが今最近多様化してきてるんだよね。うん、そうです。うわ、すごいな。全身使ってもいろいろやってますもんね。これすごい運動量ですよ。続いてイマジネーションに定評のある直樹、どんなクリエイティブな踊りを見せるのか。身長やっぱりもうすごく大きくて迫力がすごいんですよ。いや、これ生で見たらもっとすごいでしょうね。うわ、すごい、ね、もう感情を出してるんですよ。そうですね、なんか結構本当言葉を動きに出してるみたいな感じ。うん、そうですね。で大事なのはこの音に外れないこと、このドンツクドンツク、軸はちゃんとしっかり踊るっていうこと。そうそうそう、リズムっていうのはやっぱり大事ですね。これはもうどのジャンルもだね。すごい反ってますね、この反り。滑ってるもんだって。うわー、まあ、ずっと走ってるからね、踊る自体は。ここでダンスコさんに、マジっすか、どっちが勝ったかなみたいな。そうですね、私結果知らないからな。はい、なっちゃんは、まあ、ね、一般視聴者と同じような目線で、はい、ダンスあんまり詳しくないけども、はい、自分的にはこっちかなみたいなのを判断してもらおうと、はい、そういうのをちょっと聞きたいなと思った。私は、はい、直樹さんだったと思いますね。直樹さん、はい、なるほど。なんかね、はい、チラチラ顔がかっこよかったですよ。あ、そうだよ。チラチラ、なんか動きがすごい滑らかで、結構引きつけられたかな。なっちゃん的には顔、動きの滑らかさで直樹に軍配。ダンスのジャッジはプロでも奥深く難しい。果たして。実はこの勝負ちょっとした番狂わせでした。直樹さんですね。勝者が直樹さんなんですね。そうなんだ。すごい、間違ってなかったぞ。すごい。別にこれに関してはヒロさんがじゃあ踊ってるとかってわけじゃないよね、やっぱりその審査員がいろんなタイプがいて、で今日の流れでは乗ってたのはこっちかなみたいな形で審査してるけど、今日のその流れをまあ掴んでたってことになる。すごいですよね、でもね、やっぱり現場にいると分かるのがすごい感情がやっぱり伝わってくる、より伝わってくるっていうところ。そうそうそう、すごいね、すごかったの、熱意が。この後はブレイクダンスのレジェンド。この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ということで、はい、ダンサーライブのハウスの、ね、名勝負を見てきましたけど、はい、まだまだあるんでしょうか。まだまだあります。お、次はブレイキン。ブレイキン、暴れん坊多いですよこれ。注目。ブレイクはその前に分かるのかな、ジャンル。あ、それは知ってます。頭を作るカーって回るやつ。そうそうそう、もう分かりやすく言うと、もうその頭で回ってカーってやつですよ。やってるやつでしょ。ニューヨークサウスブロンクス発祥のブレイクダンス、アクロバティックな技が特徴で、まさにストリートダンスの代名詞。2009年2月にね、はい、スタジオコーストでこのでかい行われたトシキ VS ツーグです、じゃあレジェンドスタート。喧嘩上等のダンスバトルならではの醍醐味、パワーが持ち味。まずはトシキスキーが驚かせてくれた。うわ、ちょっとね、すごすぎでしょこれ。ゆっくりしてるんですよこれ。なんでこんなことができるの。耐えますかこれ。これって練習してできるのっていう。いやいや、おおだよ、会場超湧いてるでしょ。続いて沖縄出身ツーグー。ブレイキンは筋力も要求されるのだ。うわ、痛いでしょ今の絶対っていう。おお、はい、こんなの人間の動きじゃないよなって本当に思うもん。シンプルにかっこいいですね。でもね、並外れた身体能力じゃないとね、はい、やっぱりそうですよね、無理ですよねこれ。でもね、みんなやっぱすごい努力してる。そうなんだ。本当アスリートと同じなんだよね。確かに怪我しちゃう人もいっぱいいるんでしょうね。ムキムキな感じですね。そうでもないと体守れないからね。何かあった時にね。いやー、すごい対決でしたね。はい、では勝者は
ツーグさん。ツーグ。うん。ああ、なるほど。なんですかそれは。なんかな、ただこう回ってるだけじゃない感じがして、すごいその中でもいろんな複雑なね動きを見せてくれた感じが、よく見せますね。うん、なっちゃんはツーグーを支持。回転だけがダンスじゃない。さてウィナーは。でもやはりこの回転の迫力は凄まじすぎた。トシキスキー。俺ね、もうこの最初のね、このワンムーブ目、もうこれが超絶すぎて。超絶ですね。実はね、これあの、ゆっくりでしょ、はい、ここね、もうめちゃくちゃ難しいのよ。そうなんだ。早くやるってところからゆっくりって、ね、いきなりもう猛スピード走ってもいきなりゆっくり、ね、ワンムーブ目。すごい技ですよね、それって。筋肉でもわーってやってるからね。そっか。それでは次行ってみますか。はい。早速行ってみましょう。2007年、ザナドゥで行われたワッパ VS TKC7 です。ね、渋いとこ選んだからね。渋いとこ選びますよ僕は。まずはワッパー。バトルには発想力と瞬発力も求められる。そのあたりにも注目して見ていきましょう。これ2007年ですかね、うん、ワッパーね、すごく音をねよく聞くダンサーで有名で、うん、そうなんだ、うん、同じブレイクでもいろんなスタイルがあるから、はい、見てみます。性格なんかかっこいいですよね。うおー、来たー今。B-Boy Park 2007で優勝経験のあるワッパーは先行であるためか攻めのダンスでまとめ上げた。音と調和する。また相手との見えない駆け引きもある。それがバトル。続いて TKC7。 うわ、外さない。とりあえず早いんだよ。早い、追いつかない。そして再びワッパー。バトルはワンムーブ、1分のダンスを2回、すべてその場で考えられた即興ダンス。筋書きなしのドラマってやつですよね、これ本当に。まあだから対戦相手とかでも、はい、見えないでしょ、それで。これはだからなんでこのシーンがね知られてないんだっつう話なんですよ。本当ですよ。そうですよ。あ、決まった。私決まりましたよ。決まった、うん、もう決まったらしいよ、もう、うん、もう決まりました。はい、じゃあ行きましょう、はい、勝者はTKC さんです。TKC7。 はい、 TKC7。 はい、 TKC7。 なるほど、なぜ粒上の下の動き、なんていうかこの低い動きがフロアに入ってからのすごかったんです。さっきからね、普通の話してるかなと思ったけど結構見てる。結構見てますよ。TKC7 の最初のムーブが良かったというなっちゃんですが、え、どうだったの。勝ったのはワッパー。なっちゃん残念。あ、いやー、この2人はね、あの、パワームーブというかね、派手な動きは、まあ、2人ともしないんですけど、やっぱり難しいよね。難しいですよ。どんだけね、練習がすごくても、あの、本番出せないことずっとね、勝てないですね。なんかね、いや、本当その場の空気っていうのはありますね。難しい。難しい。2010年もね、あの、その両国機関に向けて、はい、次々の予選が始まってるということで。そうなんですよ。始まってるんだ。7月からね、毎シーズン始まるんだけど。英雄が乱舞。5回目となるダンスアライン。番組では全国各地の予選最新バトルをピックアップしていきます。ダンスクリップという新企画はここで。ダンスクリップ知ってます、はい、ダンスクリップって何ですか。知りません。何ですか。実はあのダンサーがメインとなる PV、はい、ミュージックビデオなのね。ダンサーによるダンサーのためのミュージックビデオ、ダンスクリップ。ぜひみんなにね見てもらって、やっぱりこれを世の中でこう広げていきたいというか、はい、でダンスチームがボーカルなしでもすごく有名になっていけるシーンを作っていきたいな。記念すべき初回のダンサーは D ブラスト。この夏はイベントに引っ張りだこでした。 D ブラストです。うーん、悪そうな感じでヒップホップやってます。でも普段は優しいです。ジャンルはズバリ西海岸のヒップホップ。そんな彼らが作り上げた完全オリジナルなダンスクリップ。トラック映像は海外アーティストが担当。 D Blast Can You D。
Yo, need I remind what times are so great? Why we rhyme divine, we rhyme and roll paint. ダンサーが主役、ダンサーによるダンサーのためのダンスクリップ、ダンサー TV ではこれからもバックアップしていきます。続いては加藤ミーヤとバックダンサーのツアードキュメント。シーンから多くの支持を集める R&B シンガー加藤ミーヤ、彼女の最新アルバムリングのライブツアーの舞台裏を密着。そこで活躍するダンサーたちは何を求め、何を見つけたのか。夏のある日、ミリアがオーディション会場にいました。9月スタートのツアー、彼女のステージで重要な要素であるダンスと振り付けをするコリオグラファーを一般公募で決めようというのです。今やアーティストの PV やライブ、ステージで大活躍のコリオグラファー、一般に振付師と訳されることも多いが、まだその役割はあまり知られていない。そんなコリオグラファーについてカリスマ勘太郎は、いやもう完全にあれですよね、その世界観を出すところでしょうね。でアーティストの振付師となると、まあ、そのアーティストの持ち味を出さないといけないし、かつ一般の方に受けやすいキャッチーなものを作っていかないといけないっていう、まあ、2つが一番重要なんじゃないかなと。さらにそのバックダンサーをどう演出してアーティストを際立たせるかっていうところがもう最重要課題なので、自分が目立ってもダメだし、目立たなすぎても良くないし、すごく難しいんじゃないかなと思いますね、はい、アーティストと世界観を作り上げる。コリオグラファーは振付師という言葉の枠を超えたところにあるようだ。続いてダンサーオーディションが始まった。ミリアと一緒に踊りたい。熱気が渦巻いているダンサーオーディション会場、集まったおよそ100名に対し合格者は数名。狭き門。ちょっと一緒に盛り上げられたらなと思って応募しました。ミリアさんのダンサーになりたい。一応あの夢が あるんで、それに向けて今回は頑張って受かりたいと思ってます。激しめのダンスでアピールする子も。前に出ないと、やっぱ出ないで割るよりは出して割った方がいいので一人一人のダンスを真剣な眼差しで見極めるミリア。私の中でやっぱダンサーっていうよりもなんかアーティストって、同じアーティストっていう感じ で一緒に自分のライブとかショーを作り上げているメンバーの一員っていう風に思ってるので、私の的には本当になくてはならない存在だし、私の表現の中にすごく必要な存在です。加藤ミリア、リングツアーのステージで踊るのは誰？次回バックダンサー決定。ダンスアピービーではこれからもっともっと応援していきたいものがあるんですよね。あります。 KIDS キッズです。そうなんです、まさに世界基準。キッズダンサーは日本の宝。そのレベルは大人がバトルで対戦するのを拒むほど。のびのびしなやか、未来を支えるキッズダンサーって一体？具体的にキッズって言ってもこう年齢どれぐらいまで、一応ね、なんか自然とそうなったのかなって感じなんだけど、中3までをキッズダンサーって言ってるんだよね。中3、そう、うん、キッズがすごすぎて、はい、もう顎外れた。カンタロウさんの顎外れちゃうぐらい、ね、完全にもうね、すごいんですよ、本当外れてました、ね、キッズなのに、はい、中でもアークスターってすごいんですよ。はい、ちょうどね、台湾だったりとかね、中国、その北京に行ったりとかで、海外の公演も果たしてる。すごすぎ、子供が海外ですよ、マジで。ダンスでフィッシュボーイもびっくりのキッズチーム、その名もアークスター。初舞台はダンサーライフショーケース、たちまちオーディエンスを魅了した。その天才ちびっこダンス集団が海外へ。出番前にお互いでメイク合戦。どこにでもいる普通の子供にしか見えません。が
一歩ステージに上がれば、台湾の名所孔子廟に集まった2000人が超絶ダンスに騒然。そしたらやっぱり反応はすごかった。ああ、僕もいましたね、すごい。最初ね、キッズなんだ、かわいいみたいな感じで見るんだけど、その後踊ったら超絶すぎて、みんなが固まってもう湧きすぎてね。うわーなってましたね。こんな上手いのかと。アークスターはさらに香港、北京へも遠征、評判だったという。そんなアークスターは平均年齢12歳。テラサ TV では今後もキッズダンスをポジティブにピックアップしていきます。カリスマが気になるダンスムービーを紹介するカリスマショイス。早すぎる死が惜しまれるマイケル・ジャクソン。彼が25歳の時の雄姿を目に焼き付けよ。ダンサー TV あっという間に終わり。いやもう30分あっという間だったね。ねえ、おしゃべりしてたらもうあっという間に終わり。今日でダンス結構好きになったでしょ。まだまだもう知らないこといっぱいあるからもっと知りたいです。フィッシュボーイの思わず真似したくなるダンス、記念すべき一発目、電車のホーム。よし、乗るのかな、乗らないかな。うぜぇ。乗るのかな。あーうざー。これ流行りますよ。すごい簡単ですよこれ。流行らないでしょお前。すごい簡単ですよ。流行らないでしょ。俺らの付き合いだ。